デラウェア州の軍デラウェア州の軍一覧はアメリカ合衆国デラウェア州内の軍の一覧である。デラウェア州内には3の軍がある。50州の中で軍の数が最も少ない。軍の領域の起源は当初あった司法地区である。軍の立法議会の権限は地区割りや開発のような問題に限られている。各軍は立法府委員を選挙で選ぶ。この立法府は ニューキャッスル軍とサセックス軍ではカウンティーカウンシルと呼ばれ、ゲント軍ではレビコートと呼ばれている。軍は税を集め、金を借りることができる。また、ゴミ処理、浄水の供給、下水、蓄割、開発、法典の返産に関する統制権がある。他州では軍のレベルで行われている裁判や法の執行のような機能の多くはデラウェア州に集権されているので、 デラウェア州政府にかなりの権力が集中している。軍は昔からハンドレッドと呼ばれる小区分に分割されており、1960年代まで確定申告や選挙区割に使われていた。しかし現在のハンドレッドには管理的役割はない。唯一法的に使われているのは不動産所有権の記述である。1664年にイングランドが デラウェア地方を征服して以来、デラウェア側とデラウェア湾西岸の土地すべてはニューヨーク植民地の一部として統治され、ニューキャッスルの町が管理していた。1673年にオランダがこの植民地を短期間再占領した間に、アップランドとフォアーキル周辺に新たな司法地区が創設された。フォアーキルはホーンキルとも呼ばれ、現在のルーイスの町になっている。 ニューキャッスルの成長が植民地の中心部に置かれていた。司法権はニューキャッスル軍となった時にそのまま残され、軍庁所在地はニューキャッスルのままだったが、1881年にウィルミントンに移された。1680年、コアー・アキル地区がディール軍とセント・ジョーンズ軍に分割された。この分割後、ルーイスがディール軍の軍庁所在地となり、軍名は後に、 サセックス軍に改名された。元のアップランド地区はニュースウェーデン時代のアップランド開拓地から名前が取られていたが1682年にチェスター軍に改名された。チェスター軍は現在ペンシルベニア州に入っている。メリーランド植民治療士ボルチモア教が現在のデラウェア州全域の領有権を主張し、その北部と東部をダーラム軍として組織化した。しかし、 この軍は、紙面上のものに過ぎなかった。現在のサセックス軍南部と西部は、メリーランド植民地の隣接する軍の一部として、組み込まれた。これら地域がデラウェアの一部と認識されたのは、1767年に、メイソンとディクソンによる測量が行われてからだった。1791年、サセックス軍が南と西に拡張され、軍庁所在地は、ジョージタウンに移転された。 セント・ジョーンズ軍は1681年に、ケント軍と改名され、軍庁所在地は、ドーバーとなった。2000年以降、ニューキャッスル軍内から4つ目の軍として、アポクイニミンク軍の創設が提案された。その動機は、未開発の農地に関する統一開発法の、蓄割り規制を止めさせることだった。提案されていた領域は、アポクイニミンクハンドレッドから、チェサピーク&、 デラウェアンガより南の領域すべてであり、ミドルタウンを群長所在地にする予定だった。この提案はまだ実現していない。次の一覧はアルファベット順である。また、人口は2010年国勢調査による。ありがとうございます。